はいさーい、本日はですね、こちらストロボについてのことを学んでいきたいと思います。はい、ということでね、本日はこちらのストロボを使ったライティングについて学んでいく動画になってるんですけれども、今週から毎週ね、シリーズ化してライティングについての、学べる動画を出していくことにしました。うちのチャンネルって基本的に写真のハウツーとかビデオブログとかを中心にやってるんですけれども、その中でね、リクエスト結構多かったんですよ。このストロボの動画を作ってくださいっていうのはね。で、過去に何本か作ってはいるんですけれども、正直あんまり今まで取り上げてこなかった。第一の理由としては、僕が自然光を使った撮影が好きっていうのが一番なんですけれども、それ以外にもね、ストロボって結構ニッチな機材で、もう趣味でやってる人誰もが誰も使うっていうようなものではないので、あまりこれについての情報を求めてる人が少ないんじゃないかなって思ってたんですよ。なので、写真の楽しさをね、こう伝えていくような動画を作ったりとか、あとは自然光を使ったハウツーとかね、それからレンズとか、カメラのことについての学べる動画とかを今まで中心にやってきたわけなんですけれども、これもね、今後はやっていきたいと思います。はい。で、まずですね、ストロボっていうものが何なのかっていうのについて簡単に説明をしていきたいと思います。ストロボというのは光を作り出す人工光を作るための機材なんですね。僕よくね、動画で光をつかみましょうとか光を読みましょうって言うじゃないですか。それはあくまでも自然光を使った撮影での話なんですね。ストロボの場合は少し考え方が変わってきます。光をつかむとか読むとかじゃないんですね。光を作るという、そういうことになってきますので、ちょっと考え方が変わってきます。で、皆さんストロボを見ると大体のイメージとしては、暗いところで、明るさが足りないところで使って、こう空間を明るくするのかなというイメージ持ってる人も多いかもしれないんですけれども、実はですね、そういう使い方ももちろんあるんですけれども、作品に自分の意図を反映させるための道具としての使い方っていうのが非常に大きいんですね。ストロボを学ぶ上で皆さんに気をつけてほしいなと思っているところが、ストロボというものは手段の一つであるということ、この前提だけは忘れずにですね、ストロボのことを学んでいってほしいんですね。そうじゃないと、ストロボを使いたいがために写真を撮る写真みたいなものになってしまうんですよ。ここ数年多いんですけれども、ストロボをこう2時の方角から1灯、後ろから1灯みたいなさ、そういうストロボのロジックみたいなところを説明するためだけに写真撮ってるような写真っていうのがすごい増えてきたので、ストロボってね、必ず必要なものじゃなくて、必要な時に使うものという、あくまでも写真の表現の一つの手段であるということ、これがね、結構忘れられがちなんですよ。はい、ということでね、早速今回は第1回目ということですので、ストロボライティングをするにあたってどういう機材を揃えた方がいいのかっていうのを僕の方からね、説明していきたいと思います。意外とね、細かいポイントっていうのをたくさん選ぶ上でありますので、まずそちらから学んでいきましょう。サンスタ。はい、ということで早速紹介していくんですけれども、僕がね、一番皆さんにおすすめしたいストロボメーカーっていうのはこちらです。これはですね、ゴドックスという中華製の中国のメーカーなんですけれども、こちらはね、すごくいいんですよ。何がいいかというとですね、まず日本で使える電波法の技的マークというものをちゃんと取得してるんですね。これ以外にも中華製の安いストロボメーカーっていうのはたくさんあるんですけれども、技的マーク取得してないところも結構多いんですよ。なので、そういうものを使うと、一応厳密に言うとね、日本では電波法違反というものに引っかかってしまいますので、このゴドックスであれば非常に安い上に、技的マークしっかり通ってますので、これはね、すごいいいです。で、使ってるユーザーとしても、今どうだろう、日本では一番ゴドックス使ってる人多いんじゃないかなと思います。本当に安くて高品質で、安全でいいという、そういう機材ですね。はい、ちなみに今日紹介するもの全部概要欄に貼ってますので、気になる方は後でリンク見てみてください。はい、そして、もう一つ、これがストロボライティングをする上で絶対に欠かせないものになってくるんですけれども、ラジオスレーブという機材なんですね。こういったものです。これ何かというと、ストロボを遠隔で光らせるためのトリガーなんですね。こんな感じです。これをカメラの上にくっつけて使うということになりますね。もちろんね、ストロボっていうのはラジオスレーブなくても使うことはできるんですよ。例えばこうやってさ、カメラの上にホットシューっていうものがありますよね。ここホットシューに対してこうやってつけてですね、こういう感じで使うことももちろんできます。はい、こんな感じですね。
これがまあ皆さんがよくイメージとして印象にあるストロボじゃないですかね。これだと、カメラの上につけたままの撮影しかできないですので、オフストロボ撮影といって、このカメラのホットシュー自体からストロボを外してですね、で、そこの上に、ホットシューにこうやってトリガーをつけると、ね、さっき紹介した、ラジオスレーブですね、こちらをつけてですね、撮影することによってこうストロボを遠隔で発光させることができるわけなんですね。今ちょっと眩しいからやらないけど、これで遠隔で発光させることができます。で、さらにですね、こちらもあのゴドックスのエクスプロっていう商品なんですけれども、あのこれ何がいいかというとですね、こうやってモニターがついてるので、スイッチを入れるとですね、こうやってモニターに、ストロボの設定が表示されます。何やら難しそうなものが表示されてますけどね、実際にはとても簡単です、慣れてしまえば。はい、これで遠隔でストロボの、光の強弱ですね、そういったものをコントロールすることができます。で、それ以外に必要なものが、あと2点かな、ありますね。はい、まずですね、よいしょ、こちら、じゃーん、何やらかなり大きい袋が登場しましたけれども、これはですね、僕のスタンドを入れている、よいしょ、スタンドケースです。はい、これです、ライトスタンドというものになります。で、ライトスタンドって何するかというと、もう用途は本当に簡単で、ストロボをこの上に立てるだけです。ただそれだけのための、棒です。はい安いですよ。で、こういったものの他にですね、もう一つ、ディフューザーというものが必要になってきます。で、ディフューザー、あれ、ディフューザー用意してね、じゃーん、こちらが、ディフューザーというものですね。こちらはね、アンブレラという種類のディフューザーになります。で、ディフューザーというのは何かというとですね、光を拡散させるためのものなんですね。あのちょっと分かりにくいなと思うので、噛み砕いて説明していきたいと思います。まずこちらにストロボありますね。ここが発光面なんですけれども、懐中電灯とか皆さん直接目にさ、パチャってやられたら眩しくて嫌ですよね。要は光が強いんですよ、これそのものだとね。なのでこういうものに対して、例えばね、よいしょ、こういう感じで、ストロボの前にこのアンブレラを置いてですね、光をこの面で拡散させるんですよね。そうすると光の面が大きくなります。このサイズだった光の面がこのサイズになるわけですね。そうすると、光の面がね、非常に大きくなるので、やっぱりあの光が拡散してですね、とても柔らかい光になります。硬い光の表現方法っていうのもあるんですけれども、まあ、そのあたりはおいおいやっていきたいと思います。ということでね、まず今紹介した、トリガーになる部分、ラジオスレーブというものですね、それから、ストロボ本体で、ライトスタンドに、それからこちらのディフューザーですね、これがあれば、ライティングっていうのを始めることができます。これら全部を揃えてもね、2万円いかないぐらいなんですよ。2万円で光を操ることができるようになると、すごくないですか。光を自分で生み出すことができるんですから。だから表現の幅を広げるっていう意味では、レンズ1本買い足すより全然ストロボ1個買う方が幅自体は広がるもんなんですね。ではですね、今から僕が見せた機材を組み立てていって、どういう風に仕上がるのかっていうのを見せたいと思います。寿司三昧、はい、ということで完成です。こういう感じですね、アンブレラがあって、そのアンブレラを、アンブレラホルダーに挿すと、でアンブレラホルダーに、こうやってストロボを設置してですね、でそのままこのスタンドに立てると、もうただこれだけですね。でこの設定が終わっちまえば、あとはカメラにですね、こうやって、ラジオスレーブをつけておけば、もうこれだけで撮影を開始することができます。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、第1回目ということでね、機材はこういうものを用意した方がいいよっていうこととか、あとストロボの組み立て方ですね、をやっていきました。で、毎週月曜日は、できればこのストロボライティングのことについてやっていきたいと思いますので、参考になった方はね、グッドボタンと、それから、今後も学んでいきたいなっていう方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。バックナンバーもいろいろと写真系の動画とか、あとはビデオブログとかね、アップされておりますので、ぜひそちらも見てみてください。次回はですね、撮影編に行きたいと思いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしててください。それでは See you。 いやー、お待たせいたしましたね。あの先週の月曜日からね、この今週の月曜日をすごい楽しみにしてた方も多いんじゃないかと思います。本日はですね、こちらのライティングキットで実際にシューティングをしていきたいと思います。
ストロボの使い方について、やっていきたいと思うんですけれども、こんな感じで数字が今動いてますよね。これは光の強さについての、ステータスですね。